こういう形でヘッドチューブとトップチューブあたりを映してますけども、トップチューブの一番上までヘッドチューブがあるわけじゃなくて段差がついていて、そこにケーブルを通す穴があります。なので実際はここにベアリングがあって、ここからコラムがこう出てくる感じですね。このヘッドチューブを一段下げてここに空間を作ってます。でここの空間、この穴からリアのブレーキケーブル、アウターケーブルを通すようになってます。はい、上から見るとこういう形になってます。でリアのブレーキケーブルなんですけども、トップチューブの中を通ってこの穴から出てきてブレーキにケーブルがつながるようになってます。ちなみにここを閉める蓋も別途ついてますんで、通した後にここは塞がる形になります。でまずはガイドとなるケーブルを通して、その後アウターケーブルを、通す作業にします。はい、こういう形で、ケーブルが出てきたんで、あとはこのケーブルに沿ってアウターケーブルを通していくだけです。リアケーブルを中に差し込んでいくんですけど、これもガイドの、ワイヤーをつけて、こっちのがまっすぐ進むんでワイヤーを貼り付けてい、こうと思います。はい、こういう形でブレーキワイヤーの、いらなくなったブレーキワイヤーとディアツケーブルをくっつけることによって一緒に入れていきます。こちらのですね、はい、かな、はい、はい、今、BB のところからさっき通した、リア2ケーブルが出てると思うんですけど、この、ケーブルは実際のところはここで終わりじゃなくてですね、もうちょっと上のですね、こちらの、ダウンチューブの穴の開いたところ、ここにジャンクション A が来ますんで、ここまでケーブルをちょっと持ってこないといけないんで、もう一回上に通す作業があります。こういう形で DI2 ケーブルが出てきました。まあ、ここの口が大きいんで簡単にここは出せますね。で、ここは一応ケーブルが元に戻らないようにちょっと貼っときます。この穴からフロントディレイラー用の DI2 ケーブルを通していきます。こちらからまず出てきます。で、この BB からさらに上に通していきます。はい、フロントディレイラー用の DI2 ケーブルもワイヤーとくっつけて BB からここまで内装していきます。ディアディレイラーとフロントディレイラー用のディアイズケーブルを内装できました。はい、ではフロントフォークにベアリングを入れていきます。このワッシャーを入れます。
で、こういうパーツがあって、ここにリアブレーキのケーブルがこう通った形ですね。それがこう入って、こう来るんです。ここハンドルからここにケーブル類が入る穴になってますね。ここですね、ここの穴がこう入るんで、ここからリアの、ブレーキケーブルが入る形になります。で、ここからケーブルを通していきます。まずはを先に通しちゃいます。なんとか無事リアツケーブル出てきました。はい、ではこのリアのブレーキケーブル、アウターケーブルをこちらのワイヤーを使いながら、フレームの中に通していきます。トップチューブの中に通していきます。ずんずん押し込んでいくと、こういう形でアウターケーブルが出てきました。これも引っ張っていけば通ります。これで、リアのブレーキアウターケーブルはフレームの中を通りました。あとは長さを調整していくんですけども、クリセツに書いてあった長さで切ったんですけど、めちゃめちゃ長く残ってるんで、実際はもっとカットする形ですね。取説を見ると、2センチこうフレームから出たところでカットするっていう説明になってます。フロントブレーキのアウターケーブルをこの穴から入れて、ヘッドチューブを通してここから出てくるので、ここに刺すという、作業になります。じゃあ入れてきます。アウターケーブルが柔らかくて助かりました。こちらもケーブルが長く残ったんで、カットしていくことになると思います。アンカープラグを入れて締めます。まだこの状態ではステムは全然固定されてない状態です。規定値が9から10ニュートンなんで、9ニュートンでちょっと締めます。はい、じゃあ次はトップキャップを締めていきます。こちらは4ニュートンですね。で、ステムを締めていきます。はい、今回はここまでです。
次回も楽しみにしていてください。チャンネル登録お願いします。それではまた。